山脇正隆、山脇正隆3月2日から1974年4月21日は日本の陸軍軍人、陸軍大将。官位は十三三三区一等校三級。高知県高原村で氏族の家に生まれる。聖火は山内家に代々仕えた土器氏の家系だった。1900年広島陸軍地方幼年学校、1905年陸軍士官。 学校18期、1914年陸軍大学校、卒業、主席により、天皇より軍刀を犯し、1927年参謀本部編成班長、1929年参謀本部編成動員課長、1931年不評、第22連隊長、1932年教育総監部第1課長、 1934年3月ポーランド大使館付、武漢、同年8月陸軍少将に、1935年整備局長、1937年11月陸軍中将、1938年陸軍次官、1939年第三師団長、1940年中盲軍司令官、1941年陸軍大学校校長、 参謀本部付け、同年12月予備役。1942年9月に、臨時招集によりボルネオ守備軍司令官。1944年9月に、陸軍大将に昇進。第37軍司令官、参謀本部付け。1945年5月招集解除。戦犯容疑で、軍事裁判を受けるも数日で無罪になった。戦後は、高知県に居住。 1954年高知県共有会会長。妻と死別後、東京に転居。1963年から74年まで、開校社会長を務めた。都細区営協会東京学生寮、都佐寮社官。1974年4月21日に死去。墓地は、埼玉市青葉園。官方第3946号、昭和15年3月4日。 漢方第4917号、昭和18年6月5日。ありがとうございます。